なかなか、しんどい、ものに対してですね、あえてここで取り組んでいかないと、今世の中にないものっていうのは作り出せないんじゃないか、起こっている具体的な事柄を理解して、それを一度抽象化して本質を捉えて、取り組むべき課題を定義した後に再度具体的な解決策を実践に導いていくというシンプルな手法で進めていくことです。本日のスピーカーをご紹介いたします。ルノー、日産、三菱アライアンスより、水野さんです。本日のセミナー内容はこのようになっております。はい、それではお待たせいたしました。水野さん、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、今つなぎ直します。少々お待ちください。はい、はい、では、時間来たようなので、お話をスタートさせてください。自己紹介で、ね、また次のページでしようと思いますので、今日はのインサイトを紡ぐ強力なコンパス、具体と抽象思考を使いこなそうということで、少し私が日頃考えていることですね、それをちょっと、お時間いただいて、皆さんと共有できたらいいなと思っています。はい、で、具体的には、はい、まず名前は水野ふとしと申します。今現在ですね、日産自動車におりまして、なんていうんですかね、自動運転ですね。自動運転、それから、電気自動車、それから、つながる車、コネクティッドカーなんていう、分野があって、今これから自動車業界が激変するって言われているところのサービスを作るチームにおります。で、そこではですね、具体的には日産の所属なんですけれども、最初に紹介にあった通り、ルノーとかあと三菱と一緒にですね、いわゆるアライアンスっていうその組織を組んでおりまして、そこでの活動が、主に多いです。で、今まで、要するにですね、存在してない、もの、サービスとかを通じてですね、未来を作ることをですね、ミッションにしておりまして、かつ、僕自身もそこにですね、情熱を向けて、今、UX デザインのですね、リードとして今、活動をしています。はい。で、早速もう今日の、具体的なね、お話に入っていこうかなと思っています。で、今日のアジェンダはこんな感じで、先ほど出てた、スライド、島崎さんのスライドにもあった通りです。まず今、自己紹介させていただきながら、目次の確認、それから簡単に、今日の、概要みたいな形で、メッセージも含めて、それから、そもそもなんでこんな、わかりにくい話を、しようかなと思ったのかみたいなところもちょっとですね、ちょっと時間いただいて話そうかなと思っています。で、本編は3、4、5って言われる、インサイトを紡ぐって言っている、そのインサイトってなんだっけっていうところをまず皆さんと確認する。それからそのインサイトを紡ぐにあたって、今回のメインのテーマになっているコンパス、抽象と具体を行き来する思考についてのその具体とは、抽象とは何か、具体とはどういうことなんだろうっていうのをですね、一緒に皆さんと、考えていけたらなと。で、あと最後は、まとめみたいなところで、お話を締められればなと思っています。はい。で、早速、メッセージの手前のところですけれども、今日の話の、範囲、どんなあたりの話をするんですかっていうところをですね、この、ISO924120っていう、用語をちょっとどっかで聞いたことがあるかもしれないんですけど、要するにこう人間中心設計の、あり方、考え方みたいなところが書かれている、企画があって、そこにあるその HCD プロセスのダイアグラムというのが、あります。これちょっと少しモデル、かなり簡易化して、モデル化してるだけなんですけれども、で、このモデルの中の、これちょっとモデルは、モデルの中のですね、今日は主に1番と2番。について、おそらく話のフォーカスが当たるのかなと思っています。ユーザーの利用状況の把握と明示というところ、要するにユーザーの、リサーチをした後にいっぱいたくさんの事実が集まりますよね。で、それを、抽象化していく中でインサイトを見つけて、それをさらに、
具体的なプロダクト、サービスに落としていくところのスタートあたりぐらいまで、このちょうど1と2の、あたりを話ができるかなと思っています。はい。で、まあ、デザイン思考とかにもし興味があって、ちょっと知ってるって方とかでしたら、だいたい今日話す内容っていうのは、だいたい一番最初のこのエファサイズのところと、デファインの、モードのところ、それからアイディエットのところにちょっと、一番最後の、具体化のところなんかは入るかなと思っています。まあ、そこの話を、だいたい、進めていくような感じになるかなと思っています。で、今日のメッセージはもうですね、まあ一言、もう本当にこの今回の表題にある通りです。インサイトを紡ぐ、まあ強力なコンパス、具体と抽象の思考っていうのが実はとっても、まあ UX リサーチャー、UX リサーチをやっている、まあ探索型リサーチもそうですし、あと評価型、いわゆるユーザビリティテストとかユーザーテストをやってる方にも、十分耐える、内容になっているのかなと思っています。まあ、どちらかというと、探索型のリサーチをやられている方に、今回の話は少し助けになれるかなと思っています。はい。で、いろんな今日、図表出てきたりとか、これからあるんですけれども、今日一番出現率が高い、図表、考え方、を少し説明しておくと、まあ、コンパス、具体と抽象の思考のイメージって、こんな感じです。まあ、この三角形のですね、まあ、各頂点にですね、具体、抽象、具体、つまり、抽象っていうのは、この具体から上に向かっていく、考えるプロセス。で、抽象っていうのはそこから、具体というのはまたそこから、抽象から少し、こう、位置が下がる、買い側の、概念っていうふうに捉えていただければと思います。はい。ですので、具体、抽象、具体っていうのは、いわゆる具体って普通に皆さん、通常の生活だと、まあ、考えるんですけれども、一旦具体、抽象のプロセスを噛ませるっていうことが大事ですよと言っています。はい。で、これ後からまた説明しながら、ふむふむってわかると思うんで、まず一旦、具体と抽象の思考のプロセスって大きく二つ、あります。で、一つが、その小さな具体、抽象、具体ってものと、あと、もう少し大きい枠組みで捉える具体、抽象、具体っていうプロセスが、あります。で、今ここに映っているのは小さな具体、抽象、具体の思考のプロセスで、例えば、リサーチのですね、実写の後にある、ペルソナを作ったりとか、カスタマージャーニーマップとか、あとは、もしかしたらチャレンジされているかもしれない、バリュープロポーションキャンバス。あとは、まあ、もう少し、UX リサーチ以外のところで広げると、ビジネスモデルキャンバスとか、リーンキャンバスとか、で、ああいった、ツールを使ってい、く、中間成果物を作って、見るところが、この小さな具体抽象の思考のプロセスに当たるところです。で、人間中心設計プロセスのところで言うと、ちょうど、この、1から2の間に、進んでいくときにですね、いろんな成果物、いろんな、まあ、アウトプットを、出していく。そんな、イメージが、小さな具体抽象、具体の思考のプロセス。で、一方で、今度、もう一つは大きい方です。で、原則やることは全く一緒なんですけれど、考え方は全く一緒なんですけれども、その、具体、抽象、具体の、捉える視点が、やや大きめです。で、左下の具体っていうのは、先ほどの、まあ、いわゆる人間中心設計のプロセスっていうと、利用者に実際にインタビューしたりとか、観察したりとかっていう、活動そのものをするところ、そこの分析をするところみたいなものが、ここの具体に当たるところですね。はい。で、頂点の抽象っていうのは、今度はこの具体からですね、どんどん、ペルソナを作ったりとか、例えば、ジャーニーマップ見たりとか、あとビジネス側の人たちとビジネスモデルキャンバスで、これで、どういう顧客にどういう価値を提供するのか、みたいなものをですね、いろんなツールを使って、明らかにしていくことがあると思うんですけど、そういったものをしながら、取り組むべき、課題
に、これ課題の話も後にしますけれども、そういったものを、どん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 こう抽象化をして、本質を定めていくよ。で、右下が今度、そのユーザーの要求事項を明確にしたら、それに向かって実際にプロダクトとかサービスを作っていく。まあ、大きな視点で、捉えた具体抽象の思考っていうのは、このプロセス、1,2,3,4 のプロセスも含めてですね、これそのものをやっていくことそのものになります。はい。ここまで大丈夫でしょうか。ここまでが比較的、出現率の高いこの三角形の、まあ、シンボルのですね、概念の説明をしました。はい。で、なんでもそもそも今こんな話をしようかなと思ったのかっていうのを話をしておきたいと思います。まあ一つはですね、やっぱり、まあ特には私もそうですけど、皆さんもおそらく、激変する世の中に、いらっしゃるはずです。それは仕事側の、提供すべきサービスとかも、コロ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 利用者のいわゆる動向も変わっていって、せっせせっせプロダクトをどん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 育てていかなければいけない。世の中の変化に対して、ユーザーが変わっていって、それに対して対応していく、掴んでいくっていうことが多分、どん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 求められて、いると思います。で、今あるものを、改善するというよりかはですね、やはりこう、まだ世の中にないもの、例えば我々の、ビジネスで言うと、まあ、自動運転の車だったりとか、あと、コネクティッド、もしくはそれを街ごと、そういった仕組みを作っていく、回すなんていう、まあ、考え方もありますけれども、そういったこう今ま世の中にないものを考えなければいけない、作っていかなければいけないミッションみたいなものが、本当に機会として多くなってきたっていうのが一点です。で、じゃあそのまだないものをどうやって作っていくかっていったときに、考えあぐねていてもしょうがないので、その時に改めてこう人間そのものに向き合って、人そのものに向き合って、利用者そのものに向き合って、その分かった事実から解釈をしていく、具体と抽象の思考を駆使して、その非連続なですね、まあ、着眼点、改善をしていくというところで全く新しい視点を取り入れていくところが実は突破口なのではないかっていうのが、2点目の私の課題感です。で、一方でですね、まあ、抽象的な話をするっていう時にですね、結構もっとちょっと ふんわりしてるから、ちょっと具体的にもっと説明してもらえませんかとか、あと僕なんかよく言われるんですけど、お前たちは抽象的すぎてよくわかんないんだよね、教科書みたいなんだよね。まあ、これはこれでよくないんですけれども、まあ、抽象概念を考えたりとか、それをこう、きちっと伝えていくっていうのは結構、難しいことでは、あると思うんですね。不得意だと思います。基本的には。で、具体的に考える方が楽で、まあもちろん自然ですし、やりやすいところなんだけれど、やりやすいところなので、あえてその具体概念を、抽象概念を、扱うことを意識しないとなかなか、できないのではないか。というところをですね、非常に課題意識を持って、今、取り組んでいて、今日ここでちょっとじゃあ皆さんとお話ししてみようかなと思ったところが、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、動機になります。はい。で、まあ、私なんかだと、まあ、自動運転の、サービスだったりとか、あとコネクティットもまだまだこれからやんなければいけないこともありますけれども、そういった、利用者に対して今ないものを提供していく、そのインサイトをつかむために、まあ、私もそうですけど、まあ、ここに集まっていただいている皆さんも、UX リサーチャーや、また、まあ、企画、開発者、ディベロッパーですね。また、デザイナーにとって強力な武器になり、開発という、まあ、結構長い旅になると思うんです。作って終わりではないですね。その中で、この具体と抽象の思考のプロセスが、非常に、有効に、生きてくるんではないかと。なかなか、しんどい、ものに対してですね、あえてここで取り組んでいかないと、今世の中にないものというのは作り出せないんじゃないか、そういった問いかけをまず今日はここでしている、ところです。はい。
では、次のトピックに行きます。はい。まあ、インサイトを紡ぐ。まあ、結局、今日のタイトルのメインコンテンツの、具体と抽象を行き来する。抽象化をする。抽象概念を扱っていく。っていうことが大事ですよということなんですけれども、これはまあ、そのプロセスそのものはですね、単なる、まあ、ツール、道具と、道具でしかないので、UX リサーチャーがですね、このプロセスをもとに、何をするのかということを、ズバリインサイトを導出することが、この、まあ、リサーチ、探索型リサーチですね、で、最も重要なところなんだと言えます。で、そのためにもまず、このインサイトとは何かっていう問いを、皆さんと考えてみたいなと思っています。で、まあ、インサイト、とは、まあ、本質をつかむということです。で、辞書で調べたり、あとするとですね、まあ、大体、洞察っていう言葉が出てくると思うんですけれども、まあ、本質をつかむ、物事を見抜くっていうことが、まあ、インサイトの大事な意味なのかなと思います。まあ、イン、中で、まあ、サイト、まあ、見ること、中を、見抜くことみたいな、ニュアンスが含まれているのかなと思います。まあ、いろんな説明あると思うんですけども、僕がもしインサイトって何って聞かれたら、まあ、本質をつかむことですと言います。はい。で、インサイトっていうのは、まあ、たくさんのですね、事実を、まず、集めて、事実の背後にあるものを見抜く、理解する、つまり解釈することで、つかむことができます。そういった意味で、事実を、たくさん掴んで解釈をしていくことでインサイトをつかめますというような簡単な式を今書いています。まあ、リサーチの実作だったりとか、まあ、インタビューや観察ですね。で、対象者、対象ユーザーに向き合うことで事実を集め、そこから解釈することから、まあ、このインサイトを紡ぐっていうところはとにかく始まります。で、これはリサーチからインサイトを紡いでいく、本質を、掴んでいくときの各要素の関係をモデル化したものです。で、これ、そこにあるもの、まあ、底辺ですね。この底辺のレイヤーは、いわゆるファクト。利用者の文脈における生活そのもの、観察者やインタビューで見て聞いてきたあらゆる事実、ことですね。で、これが、まあ、いわゆる、まあ、インタビューで聞いてくるコンテクストの中に、まあ、散りばめられているわけですね、事実が。はい。で、この中間のレイヤーにある、この三角形の真ん中辺にあるレイヤー。いや、ものっていうのが、まあ、いわゆる、ファインディングスっていうふうに僕らは言っています。まあ、これはですね、簡単に言ってしまうと分かったこと、発見したことです。で、集めた事実をですね、俯瞰しながら、理解する。で、それはですね、まあ、主観的に分かったことを、分かったことでも大丈夫です。主観的な解釈に基づく発見として、ファインディングスと呼んだりします。まあ、当然、思ったこととかも当然出てくるんですけども、その後、まあ、インサイトに紡いでいくときに、いわゆるこの発見、に当たるものっていうのは特に重要な手がかりになるので、まあ、ファインディングスは分かったこと発見ですよっていうふうに言うようにしています。はい。で、一番、このトップに、てっぺんにあるものですね。これ行動の背後にある価値観を表した、仮説、インサイトです。つまり本質そのものですね。まあ、配下レイヤーにあった事実とか解釈をですね、さらに、こう、解釈してですね、導き出された、まあ、仮説で。特に対象ユーザーの行動とか、発言の背後にある価値観とか、本質的ニーズを表現した仮説のことを、まあ、インサイトと言います。これだけまず、一旦覚えてください。で、ここにもあるんですけども、より、インタビューで聞いてきたことはもうそれそのものが事実なので非常に具体的です。に対して僕らが解釈をしていくときにはどんどん抽象度が上がっていきます。はい。で、インサイトって言葉はですね、まあ、ビジネスとか、それからマーケティングの文脈でもよく使われる言葉です。で、UX デザインの実践の文脈だと、まあ、インサイトといえばですね、まあ、体験価値を明らかにするということが言えると思います。で、UX デザインの教科書の、まあ、著者の安藤先生なんですけれども、こんなふうに言っています。ユーザーの体験価値に着目し、それを実現するような新しい手段となる行為を、作り出すことが UX をデザインする中心的な課題である。
そのため体験価値は最も重要な情報であるというふうに、本で紹介されていますね。これはまあ、その安藤先生が本の中で取り上げられている、体験価値のモデルをですね、まあ今私のこのインサイトの三角形のマップのところに当てた、ところです。基本的にはですね、同じ、ことが、大体方法を書いてありまして、これはまあ、実際安藤先生のものはこれ製品とかサービスを使った時の利用体験の、話、これはまあ実際に話してきた、まあ、ファクトであり、またここは、これ一つ一つはですね、今ここではちょっと説明しないんですけれども、何々をすると、ほにゃらのような価値効果が得られるみたいな解釈をしていくところが、まあ、ここら辺中間ですね。中間の解釈をしていくところが、ファインディングス。これは我々側が、事実に基づいて、読み解いていく、ところですね。で、最終的にインサイト、先ほど言った、まあ、体験価値に当たるところが、体験を通して何々が得られる価値だったりとか、体験を通して何々しないで済む価値とか、そういった言い方をして、UX デザインでは、もっと体験価値というのを捉えていくようにしています。はい。で、まあ、安藤先生は、まあ、ここの、まあ、インサイトに相当する、この体験価値をつかむことが、最も重要な、ミッションであり、まあ、重要な情報であると。で、それをもとに、まあ、新たな手段となるような、行為。その行為を促すようなサービスやプロダクトを、創出することが UX デザインの、まあ、本質的な、まあ、中心的な、チャレンジであるというふうに言われています。はい。で、自らの体験を通して形成された行為の価値を、まあ、体験価値と、先ほどの中でもありましたけれども、まあ、この体験価値っていうのは、さらに、この何ですかと。いうふうに問いかけていくとですね、いわゆる体験価値とは利用者にとっての行為の価値、嬉しさの源泉と言えます。はい。これ僕が、リサーチで、まあ何回かね、いろんなリサーチやってきてて、持ち物に関するですね、とあるプロジェクトで持ち物に関する、リサーチをやったときにインタビューをしました。実際に物を持ってきてもらってですね、やりました。で、その時にですね、まあ、利用者の方、まあ、こんな利用エピソード入ってくれました。そもそもこのカバン買ったのはどういう理由だったのかとか、いうのを聞きながら、いえいえ、まあ、カバンも古くなったんで、で、あと古くなったカバンと併用して、まあ、長持ちさせるような、長持ちするような使い方をしたいんです。で、まあ、少し長持ちさせたいんで、ちょっとまあ、高価なお金をちょっと奮発して買いました。で、まあ、買った時、まあ、商品をね、選んでる時からもそうですけれども、まあ、例えば、これ鍵が取り出しやすそうだな。実際使ってみて鍵がすごく取り出しやすい。セキュリティ、会社のセキュリティカードも、アクセスしやすかった。で、中の仕切りの数とか、サイズも、もう、自分の、思ってたのとぴったりで、中身がバラバラになるといつも整って扱いやすい。で、そもそも軽いし、革を使っているところもあるんだけれども、処理がちゃんとしてあって、雨が降っても染み込まない作りになっていて、すごく安心して使えてます。はい。で、さらに使い続けてた時の話も教えてくれました。その時に、まあ、言っていたのが、一つは、このカバンで移動をする、荷物を運ぶことに、ストレスを感じなくなったんですよね。で、あと、もう一つが、同じバッグを持っている人に出会うことが、実はなくなったんですよ、というお話をして、くれました。実はこの同じバッグを持っている人に出会うことがないっていう話を、元にですね、まあ、いろんな、これ以外にいろんな、利用体験のエピソード、バッグもそうですし、お財布、それも含めて、そういったお話を聞きながらですね、僕らがそのプロジェクトで、いろんな体験価値出してきたんですけれども、一つ、この持っている人に出会うことがないというところに着目して、人とは違うものを持っているという満足感を、感じることができる価値というものを、読み解きました。まあ、この一つ違うものを持っているという満足感、このバッグで移動することを通じて、まあ、一種の、この利用者の方は、まあ、自己表現が、できる
価値を見出していたんだと思います。で、以前は同じバッグを持っている人に会うと、ちょっとこう、なんとなく、複雑な気分になっていたんだけれども、まあそういった色違いのバッグを持っているということで、むしろちょっと親近感を持ちつつ、でも堂々と、以前あった複雑な気持ちを持ちながらですね、歩くことは実はなくなったんですと。つまりこのバッグで、得られたものっていうのは、もちろんこういった鍵が取り出しやすいとか、仕切りがほどほどで整理、中身がバラバラにならないとか、雨にも強いとか、いった機能的なところもあるんですけども、それを使いながら、機能的以上なところに、価値を見出すことができるようになった。つまり自らの体験を通じて形成された行為の価値が一つこういうことだというふうに言えるんだよね。というふうに我々は、まあ、リサーチの中でね、まあ、いろんなまた、体験価値を紡いでいったんですけども、体験価値ってこういうことだよ。自らの体験を通じて形成された行為の価値っていうのはどういうことか。こういうプロセスを、事実から、インサイトを紡いでいく過程の抽象化をしていく中で紡いでいくことですよ。というふうにちょっと今ここで紹介させていただきました。はい。インサイトのまとめですね。インサイトは洞察。で、事実を解釈しながら、しかも本質です。で、利用者の行為や発言の背景にある価値観や本質的ニーズを表現した、これは仮説です。で、利用者が体験を通して形成された行為の価値を体験価値と言い、UX リサーチにおける最も重要なインサイト情報になります。というところです。はい。結構難しい内容なのかもしれないんですけれども、また質問とかあったらまたお答え教えてください。はい。では次のトピックいきます。で、抽象化です。